皆さんこんにちは。ロビオ役の久保寛太郎です。イタリアのギャングのボスなんですが、皆さんからは、メキシコのおじさんと言われております。とてもですね、皆さんに内外愛される作品だと思いますので、期待にそぐうように、さらにですね、プラスアルファして自分たちの良さを出していけるように、稽古していけばいいと思います。あとですね、今回は嬉しいことにですね、私の劇団のクロムモリムデンの、無期限活動休止中なんですけども、先輩である森下さんと、元劇団員の甲田さんもですね、久しぶりにご一緒させていただくことになりますので、お互いどれぐらいこう成長したのかなと、そういうところをですね、たまたま一緒になったということなんですけども、感じ合えれば嬉しいなと思います。はい、大変な世の中ですし、まだまだやることいっぱいありますけども、皆さんに笑っていただけるように、感動していただけるように、精一杯ふざけていこうと思います。いっぱいいい芝居していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、10月16日土曜日、国民共催コープホールスペースゼロにて開幕いたします。どうぞお楽しみ。